長野県から、お、トモモ。トモモ。今夜は大倉くんの弟分の中島くんがゲストということで質問があります。はい。中島くんは取材等で一番の宝物は大倉くんからいただいた革ジャンと、ことあるごとに大倉くんの名前を出してくれるエイターからの好感度抜群な後輩なんですが、はい、先輩大倉忠義はどんな先輩ですか、はい、ドラマ中はご飯も一緒に行ったみたいですが、最近はどうですか。エイトだと一番年下だったり先輩との話はよく聞くのですが、はい、年下の後輩とはどう絡むのか興味津々ですと。ありますか。トンクラとご飯行ったん。行きました。でももうずっと昔の話なんですけど、ドラマやってた、はい、ドラマやってた。どんな印象。なんかさりげなくかっこよさを見せる人だなと思います。そのいただいた革ジャンも、うん、大倉くんのマネージャーさんの車に乗ってて、うん、ちょっと乗れやって言われて、うん、どこ連れてかれるんだろうと思いながら乗ったんですけど、うんうんうん、なんかあるところまで着いたら急に、うん、いやちょっと待っててねって言われて、うん、3分ぐらいして、急に帰ってきて、窓だけ開けて、うん、あ、これあげるわっつって、急に投げてきて、うん、え、何ですかこれっつったらその革ジャンで、うんうん。それやるから、じゃねーっつって、うん、そのマネージャーさんにそのまま駅まで送ってもらったっていう。めっちゃかっこええやん。ほんとさりげなくくれたんで、ちょっとびっくりしちゃいました。なんか、あまりにも。その革ジャンどうしたの。革ジャン今でももうほんと愛用してますね。捨てたよ。いや、捨ててないですよ。今それが武器みたいになってます。ほんまに？武器？アウターでは一番やっぱ、使ってるっていうか。宝物みたいな。そうですね。嬉しかったです。先輩からそういうのあんまもらったことないんで。まあでも、先輩からもらったって嬉しいよな。嬉しいです。嬉しいよな。残るしな。うん。エピソードやね。はい。あ、そうなの？茨城県、かなちゃん。はい。ケント君は山田会や塚田会に入りたいようですか？横山会はどうですか。まあそうですね。これ塚ちゃんのとか。そうですね。うん、山田会って涼介です。そうです。山田くんと僕だけの会なんですけど。あ、うん、なんか、ね、なんか会ですね。すごいな、憧れの人と会になってる。あの若頭か本当に。若頭にこれで一緒に焼肉行こうって言ったんですけど、うん、まだ実現できてないので、で、うん、お前からメールくれって言われてて。うん、で、まだでも、お互い忙しくて、うん、まだ実行できてなくて、うん、で、スケジュールな。そうですね。で、塚田会にもまだ行けてなくて、うん、だから、どれにも行けてないので。あと、軽く横山会流すのやめて。いやいやいや、最後に言おうと思ったんですよ。ほんまに。横山会ってどうやって入れるんですか？これ、辞書やからさ、うん、この人の。まあまあ、そのメンツとかも聞いてみ。あ、いるんです。え、メンツ誰ですか？相葉二宮、大倉。でも誰も入ってるって認識してない。自称やから。何勝手に言うてるだけやから。当時ね。当事者に聞いても何のことですかみたいな感じ。当時ね、そんなこと言ってた。どう？入りたいです、それ。どうやって入る？か、聞いた、今。今入りたいって言うてるから、はい、あんたがいいよ言うたらもう成立やんか。それもう収めないと。何をか何をですか。それは皆まで言わんかな。俺が喜びそうなもんを収めるっていうのは。納める。年貢ですか。え、年貢ですか。容赦に返しとんねん。何でもいい、何でもいい、何でもいいんですか。ハイチュウとかあげて喜ぶですわ。あ、ハイチュウ買うには。皆まで言わしなの。待ってください。なあ、そうやろ。お金ですか。あ、かっと。何を言わしとんねんな。なあ。ケントに何を言わしとんねんな。コンタクトレンズあげたいですね、横山くんに。なんか。目ええっちゅうの。ガンガン見えるわ。曇って見えるわ。なんか、もっとなんかその、シャープに。あ、カラコンみたいな。カラコン青いカラコンつけてもらいたいです。もうええやん、プレゼントしてもらえよ。つけてこいよ、ほんで、お前、収録に。今さら。腹の底から笑ったろ。今さら俺、カラコンしていったら、みんな大爆笑するやろな。こいつけなげに家でつけてきたんや、思って。なあ、カラコンして、俺はネックレスして、ジャラジャラのアクセサリー入れたら。シャープを体現してきて。笑うやろうな。でも、見たいねんな、ケント。見たいです、見たいです。で、髪の毛を。うん。七三分けに分けて。ほな、俺もプレゼント、カイザーっていう T シャツプレゼントする。キャラ出来上がってるな。どう喋っていいか迷うやろ。うん。